はい、こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院長の笹原健太郎です。本日はヘルニアになりやすい人となりにくい人、この差は何なのかについてお伝えの方をしてきます。で、今日なぜこんな話をするのかというと、ヘルニアってもなる人もいればならない人がいますよね。で、この違いって考えたことがありますかね。で、ほとんどの方が、なんか何もしないのになんでこのヘルニアになってしまったよって言ったりするんですけども、実は、なったにもちゃんと理由があるんですね。なので、今日は、どういったことをする人がなりやすいのか、もしくは、どういったことをする人がならないのかですね、について、お伝えの方をしていきます。そしたら、まず、なりやすい。と、なりにくいですね。で、なりやすい人ってのは、実は勝手になるんじゃなくて、もうほとんどこれですね、思考。ちょっと上に書きますね。自分の体に対しての、実は考え方なんですね。で、これ、こんだけ言われてもよくわからないと思うんですけども、要は、痛み、が出た時に対する考え方によって違うんですね。で、それはどういうことかというと、なりにくい人から見ていくと結構わかりやすいんですね。で、なりにくい人っていうのは、例えば腰とかに痛みとか違和感が出た時にどう考えるかというと、あ、痛い。なんで痛なったんやろう。そういえば最近運動してないから。かなとか、あ、私そういえばこの前こうやって持ったからそれがちょっと痛めたのかなとか、そうやって要は痛みに対しての原因を考えるんですね。で、あ、ちょっとそういえば最近ストレッチしてなかったとか、ちょっと運動不足やった、じゃあこうやろうっていう風に自分なりに対処するんですね。で、対処して、あれ、痛みがまだ治らへん。じゃあ、なんでかなって、また原因を考える。ね。あ、じゃあその原因かもしれん。じゃあこうやって対処してみよう。だから例えば、筋トレしても治らない。あ、じゃあ筋トレじゃなかったんや。筋肉硬いからかな。そういえば朝起きるとき、なんか固まってる感じするし。じゃあ、ちょっとお風呂にしっかり使ってみようとか、ストレッチしてみようっていう風に、まだ対処を変えるんですね。見えますかね。対処を変えるんですね。で、これで痛みが取れた。じゃあ、あ、私体が硬かったんだ、いやっていう風になるんですね。で、こうすると実は、対処をちゃんとするので、腰にかかった負担ってのも言うたら解消されるんですね。なので、疲労とかも蓄積されずに、要は、椎間板にも負担がかかりにくくなってヘルニアになりにくい。っていう風なことなんですね。じゃあ逆に、なりやすい人はどういった思考回路を辿るのかというと、あ、なんか痛いな。で、終わるんですね。で、痛いから言うて、対処を考えずに、例えば、薬とか、マッサージとか、要は、痛いこと自身を止めることに走ってしまうんですね。痛いことを止めることに走ってしまうんですね。なので、要は、そもそも自分自身で何で負担かけてたかっていう風な考えてはないんですね。だからなんで何していたかったかってのを考えずに出てる結果の痛み自身を止めることに走ってしまう。で、これだけやったらそもそもの原因っていうのが解決されないのでまた痛い。で、また薬とかっていうのをひたすら繰り返してるんですね。で、こういった考えとこういった考えでは実は結果が全然違ってきます。特に腰とかにかかる負担っていうのが全然変わってきます。
こういう思考の人っていうのは、例えばこういう持ち方悪かったかなと思ったらちょっと工夫したりするんですね。あ、中腰ダメかなとか、じゃあちょっとちゃんと膝をついて物を取るようにしようとか。でもこういった思考の方っていうのは原因を考えないので、もう今までと同じように動かしてしまうんですね。だから負担をかけ続ける、だから痛みが悪化したり、いつまでたっても治らないってことが起こってくるんですね。なので なりやすい人、なりにくい人っていうのは、もう要はこの思考ですね、考え方の違いだけになってきます。なので、あの、こういったことをぜひ覚えておいてください。で、こういった治療院に来られた方でも、思考をこっちにしないことには痛みが治りにくくなります。だっていつまでたっても自分自身で何に負担かけてるのかっていうことに気づけないので、いつまでたっても治らなくなってしまうんですね。なのでこういったことをぜひ覚えておいていただいて、今日から要は原始校なりにくい人の考え方にちょっとでも近づくように努力をしてください。そうすればヘルニアっていうのは早く改善されていきますので、ぜひ今日の内容を覚えておいていただければなと思います。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。